皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。オペラ歌手として人気だった中島恵子さん。4オクターブとも言われる声域の広さが特徴で、音楽活動のほか、テレビやラジオの番組出演も多かったので、覚えている方も多いと思います。そんな中島さんですが、幼少期から長期にわたって、父親による DV を受けていたなど、壮絶な人生を歩んできたのです。そして2014年、驚くべき理由でこの世を去ってしまいました。一体何があったのでしょう。今回はオペラ歌手の中島恵子さんの壮絶な人生と驚くべき死因についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは中島恵子さんのプロフィールからご紹介します。本名中島恵子、生年月日1957年11月15日、身長165センチメートル、出身地鹿児島県南大熊町。いつも元気で明るいキャラクターで幅広い世代に愛されていた中島恵子さん。しかし私生活では長い間深刻な悩みを抱えていました。それは父親の家庭内暴力です。理由もなく、いつも怒鳴っていた。酔って暴れ、物を投げる、母を蹴る。その声を聞くだけで体が固まり、心臓がドキドキしたと中島さんは語ったことがあります。中島さんの右手首の下には直線的な細い傷跡が何本かうっすらと残っていました。いつか父親が包丁を振り回した時、母親をかばおうとして負った傷だそうです。建築工事の現場監督などをしていた父親はギャンブルが好きで金遣いが荒かったとのことなのですが、母親が内職で裁縫をすれば俺の稼ぎで食えないのかと理不尽に裁縫箱を蹴り飛ばしたといいます。後で分かったそうなのですが、晩年の母親は生活のために消費者金融に手を出してしまい、多額の借金があったそうで、中島さんが月々渡していた30万円もすべてその返済に充てられていたそうなのです。中島さんが20代の頃、父親の暴力に耐えきれず母と家を出たことがあったそうで、その時2人はあてもなく歩き寿司店に入り、食べながら2人で泣いたといいます。中島さんは母親に離婚を勧めたそうなのですが、結局母は帰ると言ったそうです。中島さんは母親を思い出し、いくら暴力を振るわれても時には優しい父を母は見捨てられなかったと語っています。そんな最愛の母がくも膜下出血で亡くなったのが1997年8月。母親が入院中の9ヶ月、中島さんは父親との2人暮らしによるストレスで過食症に陥ってしまうのです。母親が入院しても父親は家事を一切やらず、中島さんはコンサートでどんなに疲れた日でも帰宅後は食器を洗い、夕食を作り、洗濯をする。父親からは飯はまだか、金を下ろしてこいなどの怒声を浴びせられ、間が空けばまた怒鳴る。母親の分まで自分一人が怒鳴られた中島さん、自分の部屋に閉じこもっても父親は鍵を無理やり開けようとしたそうです。仕事で歌っている時は自分の世界、人を励まし自分の励みにもなる。でも仕事が終わるにつれ泣けてくる。帰らないといけないから。そんな状況を束の間でも忘れられる逃げ道が何かを口にすることで、夜も眠るまで食べ続けたといいます。朝目覚めると枕元にポテトチップスや菓子パンの空き袋や食べかすが散乱しており、それを見て情けなくて泣いたこともあるそうです。コンサートの差し入れの大量のお菓子もどんどん食べたとのこと。食べ物を無理やり口に押し込み牛乳で流し込んだこともあり、そして食べ過ぎてよく吐いたそうです。こうした生活を繰り返した結果、他の症状も現れたといいます。ある朝、鏡に映った自分の顔を見て中島さんは叫び声を上げたといいます。顔の右半分がお化けのように垂れていたのです。なんと顔面神経麻痺だったとのこと。急に目が回り、壁にもたれるつもりで床に倒れたこともあるそうで、ストレスなどで耳のリンパ液に異常をきたし、めまいや吐き気を催すメニエール病だったといいます。過食症に顔面神経麻痺、メニエール病、父親との生活によるストレスで心も体もボロボロになった中島さん。父親との生活はもう限界だったのです。最愛の母も入院9ヶ月で亡くなり、中島さんは失意のどん底に落とされます。自分を守るため、もはや父親とは暮らせないと決心し、間に弁護士を立て父親と別居へ。
中島さん自身は退院後の母と暮らすつもりで、父親に内緒で買った家に住み、父親には別に部屋を借りたといいます。週1回は父親の様子を見に行ったそうですが、自分の住所は教えなかったそうです。ところがある日、中島さんが仕事から帰ると、玄関先に父親の姿があったのです。そして中島さんを見るなり、金をくれと言ったのです。中島さんはその場で財布をひっくり返し、中身を地面に投げつけました。持って行って、もう来ないでと叫びましたが、父親はお金を拾い集めると、また来るよとニコニコして消え去ったそうです。さらに酒屋やタクシーで、娘が払ってくれるからと勝手にツケを回されることも多かったといいます。中島さんは当時について、周囲に理解されないこともつらかった、父親と娘は仲がいいというのが世間の常識、その上父は家族には鬼なのに外面はいい、本当は娘のことを思っているのよ、お父さんの面倒も見ないの、そんな言葉に傷ついた。そして続けて、明日はいいお父さんになりますようにとずっと願い続けてきた。でも結局父は変わらなかったと振り返りました。そんな悪夢のような日々はついに終わりを迎えます。母親の死からおよそ10年後の2007年、父親が癌で亡くなったのです。とてつもない額の借金を残していたそうですが、重荷が降りたというのが本音だったと言います。中島さんの過食症は、母が亡くなった1997年8月の前後2年ほど続いていたそうで、改善に向かったのは所属事務所の社長に全て打ち明けてからだと言います。異常な食べ方や体重増加を心配した社長が、本当のことを話してごらんと声をかけてくれ、溜まったものを吐き出すかのように父親の家庭内暴力のことを話した中島さん、何とかしてやるよという社長の言葉に気持ちがふーっと楽になったそうです。小学生の頃はいじめられっ子でもあった中島さん、声が大きいとからかわれ、歌うことが怖かった時期があると言います。だからこそ、いじめや家庭内暴力の被害者の辛さは痛いほどわかるそうで、コンサートや公演では被害者を励まそうと辛い体験と克服への道のりを語っています。中島さんは、苦しんでいる人に言いたいのは、理解してくれる人は必ず現れるから、絶対に生き抜いてほしいということ、本当は加害者にもコンサートに来てほしいと言います。父も生まれた時からあんなだったわけじゃない、加害者も自分が変わるため誰かの助けを求めているはずと続けます。辛いことばかりだった長い時間が過ぎ、私の本当の人生は始まったばかり、だから今は少しでも長く健康的に生きたいと思えるようになったと語っていました。こうした壮絶な体験をしてきた中島さん、大きな体には過去の過食症の影響があったのですね。しかし父親の死からわずか7年後の2014年10月、中島さんは信じられないような理由でこの世を去ってしまいます。中島さんの死因は呼吸不全、過度の肥満のために血液中の酸素が不足するという信じられない症状だったのです。享年57歳、当時は165センチメートルの身長に体重170キログラムという巨体でした。中島さんは2014年10月17日に体調を壊して入院し、翌日はミニコンサートのステージを務めて病院に戻りましたが、21日に体調が悪化し、23日にお亡くなりになったとのこと。20年以上の付き合いという歌手の小林幸子さんは、信じられなくて電話したけど出ない、メールで早く返信ちょうだいと送ったんですけど、まさかこのような状態とはとただただ驚いていました。昭和音楽短大で中島さんの後輩になるオペラ歌手の森久美子さんは、自分たちを LL シスターズと呼んでいました。森さんはいつも私の前を歩いてくれました。学生時代から可愛がっていただきました。突然すぎて言葉になりませんと涙ながらに語っています。死因となった血中酸素が足りないとはどういうことなのでしょう。医師に話を聞くと、酸素不足に加えて二酸化炭素が排出できない状態だと言います。中島さんの場合、直接の原因は肥満で、内臓脂肪と皮下脂肪で横隔膜が押し上げられ、肺が圧迫されて呼吸が十分にできなくなります。日中の眠気や起床時の頭痛、さらにだるさが出てしまい、これが続くと心臓にも負担になって命を脅かすのだと言います。
中島さんは当時膝の痛みで杖を使っていました。医者にもかかったそうなのですが、治療よりもダイエットだと取り組むはずだったのです。実は肥満は音大に入ってからで、中島さん本人もバスケをやっていた時は食べても消化しきれていた、音大に入ってスポーツはやめたのに食べるのはやめなかったからと話していました。中島さんは1979年に藤原歌劇団に入ってデビューしています。1987年には宮本亞門さんが演出したアイゴットマーマンでブレイクしました。その体型からビッグママの愛称で親しまれ、文句のない歌唱力で幅広いレパートリーをこなし、ファンからとても親しまれていました。小林幸子さんは中島さんを振り返り、音楽で笑顔になってほしいから、自分も笑顔になりたいから、それが彼女の生き方と語っています。いかがでしたか？いつも笑顔だった中島恵子さん、その笑顔とあの大きな体の裏には壮絶な体験があったことを初めて知りました。中島さんは阪神淡路大震災のほか、さまざまな被災地に寄付金を送るための無料コンサートを岡田秀治さんと東京で始め、亡くなる2014年まで毎年続けており、さらにはいじめや DV 撲滅のための講演も続けていたそうです。ダイエットにも取り組んでいたこともあっただけに、残念でなりません。中島恵子さんのご冥福を心からお祈りいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。